20年くらい前、私がまだ学生だった頃の話。あ、学生時代のマダム。その頃の隅田川は今よりもずっとずっと汚染がひどくてね。工場の排水や不法投棄されたゴミだらけ、ヘドロまみれで匂いもひどかったし。おー、めっちゃ汚かったんだ。犬や猫や鳩の死骸なんかもたくさん漂っていた。え、汚いってレベルじゃないな、それ。ある日、そんな大量のゴミに紛れて、行方不明だったクラスメイトの左手の一部が見つかったの。あ、ねじま事件だ。何？本当に偶然の出来事で、マダムのクラスメイトだったんだ。たまたま人の手の形をした部分が見つかって、手のひら以外は腐って落ちている状態だったんだけど。たまたまその子に特徴的な指の傷跡があったから身元が判明して、ああ、ボスが言ってた。さらに骨が刃物で切断されていると分かって、これは殺人事件だってなって。ボスが言ってた些細なきっかけね。それはもしかしてねじま事件の話か。おお、プロタンも知っている。やっぱり。あら、よく知ってるのね、さすが。やっぱプロタン元警察っぽいよな。カイさんまだ小学生くらいだったはずでしょ。ほら、エリオと同世代だし、さすがに知識として知っているだけだが、あの事件の被害者の少女はマダムのクラスメイトだったのか。いや、すごいな、めちゃくちゃ絡んでくるな、いろんなところが。ええ、それはもうクラスメイトだったんだ。身の回りに走った衝撃たるや。だってね、うん、体の他の部分も川に沈んでるはずだって。おー、汚泥のような川底をさらったけど、結局一部しか発見できなかったの。その部分以外は発見されてないんだね。ほとんど腐って溶けて流されちゃったみたい。その代わり、川に潜って捜索した調査員が全員体調を崩したのだとか。そんだけ汚かったってこと。それは気の毒な話だ、全方位で。汚い川だからいいやという心理で何でもかんでも投棄されていたそうだね。まあ、事情はだいぶ違うけど、ガンジス川みたいな状態だったのかな。それで一層汚染が進む、悪循環だ。誰だってそんな汚れた川に潜って捜索なんてしたくないだろう。そんな汚かったんだ、隅田川って。そう、つまりこの川の底は誰も探さない場所だった。だから死体が遺棄された。当時は世の中がすごいスピードで変化していた。人も物もごちゃごちゃだった混迷の時代。当時、高度経済成長期ぐらいかな。東京には地方から上京したり、近県から家出をしてきたりで、若者が多く集まっていて、そのうち何人もの人が悪い人にさらわれて、誰にも知られないまま行方不明になったという事例が多かったのだとか。あ、で、その子たちも隅田川に。もしね、人の死体を切り刻んで当時のこの川に投棄したとしたら、マダム、すぐ腐って腐臭も全然目立たず、ヘドロに生まれまず見つからないだろうって。めっちゃ怖い話するじゃん、マダム。まさかクラスメイトの子を殺して切り裂いて捨てた犯人、ねじまね。ねじま文親はその後無事に逮捕されたけど、ボスの手でね。その様子からきっと余罪はたくさんあっただろうって。まあ、それボスも言ってたな、余罪があるはずだって。他にも同じような目に遭った子が何人もいたはずって言われてた。でも結局その証拠は見つからなかった。それが全員隅田川にってこと？
多分この川の底。マダム。マダムはそう思ってるんだ。だから汚れた川はもっと数多くの死体を飲み込んでいたはずで、そんな噂が広まってみんなあまりこの川に近寄らなくなった。あー、今もいわくつきってことね、隅田川。つまりこの川そのものがすでに十分汚れているの。はあ。っていう話。どういう話。どう、いやどうって言われても滑らない話認定はされないでしょうね。なるほど。どんなに見た目が浄化されようと、汚れが染みついた川に良い思い出などないわけだ。あ、誘拐事件の前からいい思い出ないってことね。しかしマダムは随分とねじま事件に詳しいんだね。クラスメイトが殺されたんだったら。ええ、だってね、うん、隅田川で左手の一部を見つけたの。私だったから。あ、マジで、マダムがその遺体の第一発見者。それがなければねじまの犯行が発覚することはなかっただろうって。はあ。検挙できたのが奇跡だったと警察から感謝状をもらったりした。え、じゃあマダム、それが警察庁幹部だった父から唯一褒められた行い。ボスと知り合いだったりすんのかな。そうか、犯人にとっては運がなかったわけだ。マダムのお手柄で捕まったとも言えるわけか。そうね、恨んでるかしらね、ねじまがマダムのことを。いたずらに不安を煽りたいわけじゃないので、雑学として聞いてもらいたいのだが。え、何？不安を煽る？先例的には無期懲役者でも。え、初犯ならば20年も経てば仮出獄が認められていることが多い。え、プロターン。もちろん服役中の態度で回春の情と更生意欲が認められた場合の話だが。ねじまが出所してるってこと？へえ、そう、よく知ってるのね。マダム落ち着いてる。でもそんな前科があったら社会復帰するのは難しそう。最近は仮出獄者への住居や仕事の斡旋も行われているようだね。まあそういうのあるって言うよね。そうなんだ。もちろん保護観察に付されるので定期的な面談などは行われているが。じゃあ無用な偏見を避けるため責任者以外には前科は隠しておくことになっている。ねじまがマダムを恨んで、さらに名前が大々的に出てしまった犯罪者は通名での業務を認めることもあるらしい。数名はまあ偽名ってことね。まあ、いやまあってマダム。それじゃあまるで、もっと驚いてくださいよ。あのねじま文親が実はすでに人知れず仮出獄を果たしていて、名前を変えてこの社会のどこかに紛れているかもしれないってこと。え、でマダムを恨んでいる可能性がある。まあその通りだ。実は数ヶ月前、昔のある大事件の犯人が仮出獄したという話を関係筋から耳にしてね。え、ねじまじゃないのそれ。それがねじま文親かどうかまではわからないが。へえ、ただそれを今思い出したっていうだけの話だ。いやいやいや、プロターン。そうなのね。めっちゃ関わってきそうだけどそれ、事件に。怖い話。いや怖すぎるでしょそれ、タイミング的にも。なぜならね、うん、私も思い出したから。え、
何をだい？思い出した。少し前、駒形高校を通りかかった時に見かけたの。え、駒形高校？そこで働いていた職員で、なんとなく根島文親を思い出させる男を。いや、学校の職員は絶対ダメでしょ。何？20年も経っててかなり人相も変わってたし、いや、女学生の殺害犯なのに。何より当時よりも体重が30キロは減ってる感じだったから気のせいかと思ってた。あ、結構巨漢だったんだ、ねじま。でも、もしかしたらそうなのかもね。いや、もしそうだとしたら配慮かけすぎじゃない？警察の。学校で働かせんなよ、女学生殺しの犯人を。それでこの後はどうするの？あ、プロタン。まだ見えてない貸り主の動向が気になるところだね。あーね、てか大きい絵は何してんだ？ひとまずこの隅田川は本所七不思議のエリアからは少し外れている。おそらく貸り主もここまでは来まいだろうから少し考える時間をもらいたい。おー、考える時間。これからどうするか。そう、わかった。いや、てかねじま、あ、なにこれ、中断する。ん、なんだこれ。今はこの先に進むことができないようです。状況が変わったら。ああ、なるほど。なんか条件満たしたら進めるってことね。そういうことか。てかねじま、ねじまが誘拐事件に関わってる説出てきたな。ねえ、未だにマダムのことを恨んでるとしたら、あり得るよな。はい、じゃあやっこちゃんルートの続きいきますか。まあ、こっくりさんやってたら呪われてってとこからだよね、やっこちゃんが。あ、1週間前。いきなり回想から始まった。いや、やっこちゃんとみおちゃんどうなったの？ああ、いる。回想だからね。お、あ、動かせるぞ。ん、お、 C 組の白石ってさ、お前知ってる？あ、白石道夫。1年の最初はすげえ優等生って印象だったけど、3学期頃から無断欠席が増えて成績も下がってった感じ。じゃ、成績が下がったから自殺したのか。ずりーな。受験戦争とか学歴社会とか嫌な時代だよな。もしのこと考えると俺も死にてえわ。いや、のんでり発言すぎな。 SNS がない時代でよかったな。知ってる？白石さんって去年お母さんが再婚したらしいけど、その新しいお父さんがもうひどいんだって。あ、再婚したんだ、白石さんのとこ。なんか着替え覗かれるとか、すぐ体触ってくるとか。え、しかも前科があるらしくて、拒否するとすぐ暴力振るわれるとか。やだ、怖っ。無理無理、ありえない。あ、家にそんなやついたらそりゃ自殺とか考えちゃうかも。あー、白石さん、新しいお父さんが問題ありだったのか。自殺ってニュースでは聞くけど。それだけどさ、 C 組って最近転校してきた子いるじゃん。あ、いるいる。なんか目立たない暗い感じの子。あ、みおちゃんね。そいつが前に行った学校でも生徒の自殺があったんだって。え、嘘。それってなんか怪しくない？いや、怪しくねえよ。みおちゃんは怪しくない。城之内。もう知ってる者もいるかもしれないが。あ、担任なの、城之内。やっこちゃんの？うちのクラスの白石道夫が昨晩急死したとのことだ。うちのクラス。はいはい、落ち着けお前ら。驚くのはわかるが静かに。白石さんの担任でもあったんだ。原因について詮索している者もいるようだが、正確なところはまだ何も分かってない。城之内。
詳しい調査結果は警察から報告がある。憶測を広めることなどないように。いいな。あ、ミオちゃん。あ、ヤッコちゃん。ミオちゃん来た。あ、ごめんね。なんだかヤッコちゃん様子がいつもと違うようだったから。あー、ヤッコちゃん、やっぱ白石さんのこと思い詰めてないといいなって思って。おー、優しい。ありがとう黒鈴さん。ありがとうミオちゃん。あ、いや、ここはミオちゃんで行こうよ。ああ、うん、ありがとうミオちゃん。幼馴染だもんな、ヤッコちゃんと白石さん。私そんなにおかしかった？うん、なんか心配になるくらい。ああ、そんなに。私でよければ話聞くから。ミオちゃんマジで優しい。そうだ、ちょうどよかった。てかこう見たらヤッコちゃんめちゃくちゃイケメンだな顔。ねえミオちゃん、ちょっと聞きたいことあるんだけど。おう。うん、なに？これでこっくりさん。あー、やっぱり。あ、てかいろいろ聞ける。あ、じゃあとりあえず白石さんについて。みちおちゃんさ、うん、なんで死んじゃったんだろうね。それは謎だよね、未だに。遺書はなかったらしいけど自殺だって公表されてたよね。死体の状況的にって感じなんだろうな。ううん、あの子は絶対にそんなことしないの。あ、やっこちゃん。みちおちゃんは怒る。ちょっとやめて。てかやっこちゃんもこの口すんのかよ。エリオの専用スキルじゃなかったのか。辛いこともあったみたいだけど、でもだからって自殺なんて。新しいお父さんとうまくいってないのも成績落ちたのも確かに本当みたいだけど、まあ噂のどこまでが本当かは分かんないってことね。だから自殺しても仕方ないよね、かわいそうだねなんて扱いされるのはあんまりだよ。あー、そういう状況が嫌なんだね、やっこちゃんは。私が心配して話しかけた時は大丈夫だって笑ってたんだから。あの子が自殺するほど悩んでるならちゃんと相談してくれるはずだよ。でもどうなのかな、その辺は白石さんの事情だもんね。あのさ、こっくりさんって流行ってるよね。あのエリオがボスとやりたいやつね。レイを呼び出して好きな質問に答えてもらえるってやつ。これやっこちゃんからだったんだね。ああ、うん、あるね。それやってみたいんだけど、知りたいことがあるから。白石さんの死の原因か。え、なんで私に？お、ほら、ミオちゃんってなんか、そういうの詳しそうだから。あ、やっこちゃんもその事情は知らないんだね、さすがにミオちゃんの。あ、え、そう見える？あ、嫌そう。なんか、うん、オカルト系とかすごく好きそう。雰囲気とかなんか暗いし。おはーい。あ、やっこちゃんそういうタイプ？悪気なしに陰キャの心えぐっちゃうタイプ？え、それはちょっとなんか微妙だよね。でもこっくりさんの詳しいやり方知ってるよね。いや、まあ知ってるだろうけど、ミオちゃん。ああ、うん、そこそこ詳しい方だとは思う。てか専門家でしょマジでそういうのの。ねえお願い、もうそれしか方法なくて。これでミオちゃんとこっくりさんか。よみがえりの秘術って知ってるよね。これも白石さんのためか。ああ、うん、非常勤の荒石先生が独自に発見して発表したっていう。あ、そうなの。ああ、この学校の先生なんだ。あの先生授業のたびに自慢するからみんな知ってると思う。いや、でめちゃくちゃ言いふらしてんじゃん。まあ発表した。おみやちゃんを信じる？やっこちゃん信じてんでしょ。え、あ、でも確かみおちゃんの意見聞きたいかも。いやー、ちょっとさすがに突拍子もないというか
そんな都合のいい術は難しいと思う。あるなしじゃなくて難しいって言うんだ。専門家っぽい。でもさ、万が一本当だったら、その術でみちおちゃんだって蘇らせられるかもしれないじゃん。でも大きい絵ってなんか条件達成した後、あれ死んでたのかな、なんかよくわかんないことになってたよな。でも蘇りの秘術を探すってもどうやって？それもこっくりさんに聞いてたよね。そこなんだよね。やっこちゃん、ちょっとこの顔やりすぎじゃない？もうちょい3割減ぐらいして。あ、こっくりさんに聞きたいことってまさか。うん、そう、みちおちゃんの死の真相とよみがえりの秘術、あとよみがえりの秘術のありかを聞きたいの。そういうことね。なるほど。で、結果呪われちゃったと。そんなに都合よく教えてもらえるとは限らないと思うけど。それでやっこちゃんの気が済むならやってみよっか。いや、みおちゃんマジで優しい。包容力、あ、かわいい。やった、ありがとうみおちゃん。あ、やっこちゃんそんな乙女ポーズもできるんだ。じゃあ明日の深夜に。あ、でポニーテールも荒ぶってるわ。躍動してるポニーテールが。みおちゃん、あれ、あ、そして現在戻ってきた。あ、やっこちゃん気がついた？てかみおちゃんずっとそこで見てたの？私どうしちゃってた？倒れているやっこちゃんを思い出せる？こっくりさんをやってたらお腹痛いの？その手何？急に何か変な声が聞こえてきて、いや、やっこちゃんも呪われたというか、それで私気を失った？かしり主になったよね。私が見たところ悪い霊障は出てなさそうだから。悪い霊障、専門用語。突然の出来事に軽いショックを起こしただけだと思うけど。あ、みおちゃんでも感知できないんだ、その呪霊がついたことを。あ、こっくりさんは大丈夫？こっくりさん、非常事態だったけどちゃんと帰ってもらえたよ。ああ、返してくれたんだみおちゃんが。え、じゃあこっくりさんについた霊と呪霊は関係ないってこと？それよりやっこちゃん手に持ってるそれって、お、出た、呪詛玉。え、手、おお、あ、何これ気持ち悪い。いつの前に握ってた？確かにキモいなデザインが。なんでこんないい感じのパーマかかってんの？呪詛玉バカ林、昔のキムタクみたいな髪型してる。うわ、その像ものすごく強い怨念が渦巻いてる。みおちゃんわかるんだ。古い呪いの道具かなんかっぽいけど。いや、そうね。やだ怖い。呪いを使えるようになる玉だもんな。やっこちゃん今変な声が聞こえたって言ってたよね。お、覚えてるところだけでいいから何を聞いたか教えてもらってもいい？いや、みおちゃん心強いわー、マジで。この手のプロだもんな。多分それと関係してるから。なんで、なんで私がそんな、いや確かになんでやっこちゃんなんだろう。他の人にも言えるけどさ、ボスとか。やっこちゃんちょっと落ち着いて聞いて。呪われる人に共通点があるのか。落ち着いてられないよ。いや、ここは急に冷静になろうか、やっこちゃん。あ、こういう時取り乱したやつから死んでいくから。ごめん、取り乱してた。いいの。怖いって感じるのはそれのことよく知らないせいだから。あー、わかる。それで俺昔ゴキブリの図鑑を開いて後悔したことがあります。大昔から人は理解の及ばない現象に対して名前をつけて受け入れることで共存してきたの。ところが現代では科学や文化が発展してきたせいで
解析できない得体の知れないものを否定できるようになった。あー、なるほど。そして心霊はいないことにされた。あ、技術が発展したからこそ霊が怖いってこと。でも彼らは昔も今もずっとそこにいるんだよ。まあ、ミオちゃんの存在がもう証明だよね。ちゃんと知れば必ずしも怖いものではないってことがわかるから。なるほど。まずは落ち着いて事実を受け入れて、そういうのがあるっていうことを理解しようってことね。でもさすがに落ち着かせ方も手慣れてるな、ミオちゃん。私オカルトが流行ってるからって面白半分で手を出しちゃってたけど、ミオちゃん本当に霊感持ってる人だったんだ。いやね、てか本当に何も知らずにミオちゃんを誘ったんだな、ヤコちゃんを。あー、まあ一応たしなむ程度だけど。出た、何ぞお酒みたいに言う。ねえミオちゃん、どうしよう。私どうすればいいの。いやー、どうする。呪われちゃったの、死んじゃうの。ミオちゃんならなんとかできるのか。大丈夫、その呪いは私がなんとかする。心強すぎる、マジで。私そのために来たから。え、そうなの。あ、知ってたの。えぇ、いや、そりゃそんな口なるわ。信じて。やっこちゃんを救うために来たの。私に任せて、安心して。ありがとう、ミオちゃん。ミオちゃんをコックリさんに強引に付き合わせちゃったのに。いやいや、でもミオちゃんでよかったよ。ううん、友達が心配で藁にもすがる気持ちになるのはしょうがないもん。ミオちゃん。いや、これミオちゃん株解読でしょ。本当なら遊び半分でコックリさんに手を出すのは危険だからやめた方がいいんだけど、私に声かけてくれてよかった。いや、マジで、マジでミオちゃんでよかったよ。じゃ、今までの話整理してからこれからどうするか考えよう。いやー、ミオちゃんいればなんとかなりそうだな、本当に。私みたいに何の心得もない人が呪いなんて使えるものなの。いやー、まあ大きい絵でもバンバン使ってたからな。うん、呪術はもちろん簡単に扱えるものじゃないし、下手すると自身に跳ね返る危険が高いんだけど。あ、ミオちゃんやっぱ呪いにも詳しいんだ。実はさっきコックリさんで異常が発生したその時に、ちょうど0時ぐらいかな。うん、何、この辺り一帯に霊野祭の場が形成されたっぽくてね。霊野祭の場。なんだそれ、霊野祭。専門用語出てきた。うん、霊的な効力を一時的に強めるおまじないの一種なんだけど。あ、へえ。それには特定の呪詛の力を発現しやすくする効果もあるの。フィールドバフね、要するに。影響範囲はこの強さだと半径 3,4 キロくらいかな。あ、そんなんもわかるんだ、ミオちゃん、すげえ。半径 3,4 キロだと墨田区なんてすっぽり入りそうだね。墨田区全体に呪いのバフがかかっている。うん、もともとこの土地に残されていた恨みのもとを霊野祭で呪詛玉にして顕現させたんだと思う。あ、呪詛玉もそれで生まれたんだ。誰かが。誰か。え、誰が。あ、人がやったってこと。そこまではわからない。え、でも誰かが蘇りの秘術を復活させるため仕組んだことなんだと思う。黒幕がいるってことか、この呪術バトルの。これが自然現象なはずないから。そうなんだ、そうなんだね。そうなんだポイント1000点あげます、ミオちゃんに。これで美味しいもの食べて。呪詛玉の力はこの霊野祭の場の影響下にある範囲内でしか使えないし。あ、そうなの。墨田区でしか使えないってことか。
効果が出るのも基本的に日が暮れている間だけ。制限をかけて呪いの力を強めてるの。お、制約と制約ハンターハンターの。でも逆に言えば呪いの力を使えるのは夜にこの付近でだけってこと。そういうことね。うん、制限で言えばその上、さらに実際に呪い殺すには個別の発動条件を満たす必要があるみたいだけど、それも制限としてかかってるってことか。その呪詛玉、多分それを持ってる人が貸り主になるんだと思うから。ああね、私が預かってた方がいいと思うんだけど。あ、ミオちゃんに預けるとかできんの？それもなんか押し付けるみたいで悪い気がするけど。まあミオちゃんならなんとか。いやでもごめん、その呪詛玉からすごい拒否反応が出てて手放すの難しそう。あ、そうなんだ。拒否反応。あ、出た、ゆるふわパーマ。下手に引き剥がすと呪いが暴発するかもしれない。そのくらいなんかやっこちゃんから離れたくないような意志を感じる。ああ、もうじゃあ呪霊に選ばれたらその人以外は持てないのか、呪詛玉。その呪詛玉、やっこちゃんからはただの古い根付けに見えてるかもしれないけど。あ、根付けっていうんだこれ。実は私から見るとすごい恨みの霊気で、下手に触れたらどうなるかわからないほどで。ああ、ミオちゃんがビビるぐらい。偉そうに言ってたけど、ここまで強い呪いの道具は扱いが難しくて。え、じゃあその呪詛玉を奪うみたいなことは最初からできないってことか。その辺に捨てて誰かよからぬ考えの人に渡っても大変なことになるし。おー、じゃあマダム大丈夫かな。変に外から干渉するよりやっこちゃんが持ってた方が今は安定するとは思う。マダムは横取り考えてるよね。なんか怖いな。とりあえず夜明けまでの時間をどうにかしのいで。朝になれば呪いは弱まると思うから処理できる方法を探そう。手伝うから。いや、本当にミオちゃんいてよかったな。だから大事なことは2つ。大事なこと1つ目、夜の間は条件を満たさないようにする。ああ、そのバカ林。そして2つ目、もし満たしていても使わない。人を呪い殺さないってことね。大きい家これは多分だけど、蘇りの秘術を求める気持ちを察知して取り付いてきたのかもしれない。ああなるほど。え、でもじゃあボスは？ボスはなんで取り憑かれた？ボス別に蘇りの秘術求めてなさそうだったけど。これが本所七不思議の呪いってことは、他の不思議の呪いを受けた人もいるってことだと思う。いやー、そうだね。謎の声も他の貸り主っていう言い方してたし、やっぱり9人いるのかな、貸り主は。しかも貸り主を呪い殺せば多くの再婚が手に入る仕組みだとかなんとか。そうね。ちょっとまずいね。貸り主は命を狙われる。こっちから呪い殺すつもりがなくても他の貸り主に見つかったら狙われる可能性があるってことだから。その時俺の脳裏に浮かぶ大きい絵の笑顔。ひっひって言われてるぞ大きい絵。他の七不思議の呪いを持っている人と遭遇しないよう、夜のうちはなるべく人に関わらないよう注意していこう。そうだね。やばいやつがうろついてるからね。この呪いが本物なら、これを使えばみちおちゃんを生き返らせられるってことだよね。あ、やっこちゃん呪いに魅せられている。蘇りの秘術も本物ってことだよね。いや、それは大きい絵と同じ発想だよ。そうだと思うけど。それはダメだよやっこちゃん。いや、そうだよ、大きい絵みたいになっちゃダメだよやっこちゃんは。
でも、だけど今はなりふり構ってる場合じゃないような気もしてきて。ああ、やっぱり。みちおちゃんが事故だったならさ、さぞかし未練もあっただろうし、やっぱ呪詛玉を持った人はこういう思考になるんだな。見ず知らずの人をちょちょっと呪って再婚を奪うくらいなら、いやでもそれ死だからね、やっこちゃん。別にさ、いいんじゃないかなーみたいな気がするっていうか、いや人を自殺するってことだからね。どうしたの？やっこちゃんらしくないよ。ねえ、呪いに見せられている。誰かの命を奪うなんてこと、普段なら絶対許さないはずだよ。やっぱそれをやると本末転倒な感じはあるよね。呪いの影響？呪霊の持つ怨念に染まったのかも。お、さすがミオちゃん。お、ちょっとごめん。見させて。おほほ、見ている。え、すごい。ん？え、すげえ、ミオちゃん、そんなこともできるんだ。見ることができるんだ。何か、入ってる。え、お、やだ、やめて。おおお。え、ヤッコちゃんの中に何か。ヤッコちゃん？入ってる。ごめん。それはやっぱ呪霊？でもなんか、それ、すごく嫌な感じだったから。あ、拒否反応が出た。見ることに。わかった。ごめんね。なに？やっぱ呪われたことで、やっこちゃんの中に何かがいるんだ。でも、蘇りの秘術はもう諦めて。え？それこそが呪いだから。あ、秘術を求めることこそが、蘇りを餌に呪いを使わせるっていう。確かに大きい家も失敗してたっぽいしな。ダメだよ絶対。蘇りの秘術ダメ絶対。じゃ、理解できたならそろそろ行こうか。あ、帰るんだ。まずは北野と同じルートでこの学校を出るよ。北野と同じルート？うん、なんか違うルートで来たんだ普段とは。大丈夫だよね、学校誰もいないよね。いや、だと思うけど。前は外で大きい家と出くわしたけどな。夜勤の公務員さんもこの時間までは見回りしてないはず。公務員さん、あっ、あっ、えキャー、何？襲われた？あ、何？急に真っ暗に。あ！あいつだ！ミオちゃん、大丈夫？あの、暗闇の走り主。ミオちゃん？あ、待って、ちょっとこれ。あれ？ミオちゃん？あれ？ちょっと。あれ？ミオちゃん？いないんだけど。ミオちゃんやられた？いない？なんで？どこ行った？てか、どこ？呪霊攻撃を受けている！まずい！ああ！なんか聞こえた今。誰か笑ったよね？待って、バカ林使っていいんじゃない？ヤッコちゃん。待って、怖っこれ！何？どこ？なんかいんの？あ、ミオちゃん、なんかある、なんかある、なんだこれ？手だ！手？なん？うわーい、うわーい！あちゃ！ケタはあちゃからもう、くそ！何今の？もうやだ、助けて！ミオちゃん！ミオちゃんどこ？助けて！ミオちゃん助けて！ミオちゃん！ヤッコちゃんこっち！あ、どこ？ミオちゃんどこ？こっちにいるよ？見える？いや、どこ？いや、ミオちゃんマジで！見えない！どこ？何も見え、いや、ミオミオフラッシュ使って必殺ミオミオフラッシュで！どこ？待って、これまたいるんじゃねえの？待って、暗いんですけど、暗いのやめない？調べたりもないし、
なんか見える、なんか見える。あ、ミヤちゃんいた、いた、ミヤちゃん。え、本物、本物かな。え、本当のミヤちゃん、本当のミヤちゃん、こっちこっち。視界が遮られてるから注意して。うん、いや、ちょっと、え、本物だよね、大丈夫だよね。うん、あ、呪影じゃないよね。あ、いけた。おー、なるほど。あ、そんでここまでと。あ、そういう、いや、ちょっと待って、マジで。いや、マジ、急に怖いのやめて、ほんとに。ガチで怖いのやめてくんない？はい、じゃあ、ボスと、エリオチーム、続きいきますか。でも、ミオちゃんが言ってた、蘇りの秘術を求める人が、その、取り憑かれるっていう話が本当だとしたら、ボスは、誰のために使いたいんだろう？なるほど。つまり、ボスが言いたいことは、お、エリオ。出た。蘇りの秘術っていうのが本当に存在していて、あ、説明してるんだね。それを使うためには、本所七不思議に由来する呪いの力で、人を呪い殺さないといけなくて、おお、すごい細かいとこまで。で、ボスが受けた呪いは、この場所に伝わる落ち葉なき C であると。落ち葉なき C ね。嘘をついた人を呪い殺す。そういうことですか。まあ、そうだ。うん。エリオ信じるのか。やけに飲み込みが早えな。理解力高えな、お前。そりゃあ、ボスが真面目にする話なら、さすがに全面的に信じますよ、俺は。あ、なるほど。そんな嘘をつくタイプじゃないと。いや、普段もふざけてねえぞ、別に。あ、いや、確かにそういう風に聞こえるな、エリュー。てめえこれ。それよりも、ボスがそんなオカルトな話を真顔でしている事実の方が飲み込めてないです。いや、それ。おい、やっぱりお前まだあんま信じてないだろ。よっぽど超常現象ですよ。信じてないんじゃなかったんですか？まあ、急に全部理解されても怖いけど。別に信じてなかったわけじゃねえよ。てか、ボスなんか知ってる風だったよね。むしろ、よく知ってたからこそ、軽率に手を出したくなかったっていうかな。お、やっぱり。むしろよく知っていた。え、それって負け惜しみ？認めざるを得ないからって。お前、嬉しそうだな、おい。負け惜しみじゃねえ。事実を述べてんだよ、ボスは。知らねえけど。まあ、いいから聞け。もう隠してても仕方ねえ。あ、やっぱ隠してたんですね。まず、この話を理解してもらわないと今後の話ができん。だから聞け。だが、時間がもったいないから移動しながら話す。行くぞ。おー、移動。え、どこ行くんすか？あ、え、ちょっと待ってくれ。この曲何？待ってくださいよ、ボス。なんか太陽に吠えろみたいな曲流れ出したんだけど。え、絶対これ。あー、マップ画面久しぶりに見た。あ、じゃあ両国橋。いや、絶対太陽に吠えろじゃん、これ。微妙に透かしてるけど、めちゃくちゃ太陽に吠えろなんだけど。そういうイメージなの、この二人。すいません、もう一回確認しますけど、本当ですか、その話。猛録してないですよね。お前、猛録好きだな。そんなボスに猛録してほしいのか。ああ、嘘じゃねえよ。証明するもんはねえがな、その話。あ、会話できる、エリオと。念を押すが、これは極秘事項だから、同僚だろうが誰にも言うんじゃねえぞ。極秘事項。うん、はい。こうなった以上、それはもちろん守りますけど。え、何？いやー、でもまさか、信じられないですよ。あ、その蘇りの秘術のこと？ボスが前にいたのが警備局付けの秘匿部門だとは薄々聞いてましたが。秘匿部門？警視庁に心霊対策室なんて部署があったなんて。何それ。あ、ボス前の部署そこだったんだ。驚くのも無理もね。俺だって最初呆れ返ったよ。心霊対策室。いい大人たちがふざけてんのかと本気で心配になったもんだ。だからボス詳しいんだ。いやいや、すごいじゃないですか。テンション上がってる。
俺そういう秘密部隊的なやつに憧れて警察に入ったんですよ。いやお前ボスに憧れて入ったんじゃねえのかよ。あれ話変わってねえかお前。あそっち、いやねほらボスもそっちってなってるよ。いやー考えてみれば当然ですよね。呪いとか霊障とかが実在するのならもうその被害への対策部門が市民を守るべき警察組織にないって方がむしろおかしいですもんね。まあまあ確かにそれはそうなんだけど、いや柔らかすぎるだろ頭。一瞬で受け入れたな心霊対策室のこと。っていうかお前俺に憧れてるんじゃなかったのかよ。いやそれな、それも気になるよな。やだな、ボスは好きな食べ物は一種類だけですか。うるせえんだけどマジで。それ言い訳になるか。どっちも好きは成立するんですよ。いや食べ物の好き嫌いとはだいぶ違わないかこの場合。わかったわかった、憧れてるって話だよね。だってともかく表面上は霊はないことになってるから、身体は水面下で活動してるわけだ。あ、身体って略すんだ。心霊対策室。どうして俺がそこに配属されたのかはわからんが。いや、霊感あったんじゃないですか、ボス。所属してた4年間は、そういう心霊事案ばかり対応させられてきた。なるほどね。面白いな、ボス。心霊対策室出身だったんだ。